行ってみたいと思うんですが、ずっとやってきてました、マミヤセコールのですね、65mmF6.3、まあ、シャッターがですね組み上がりまして、これを最後ヘリコイドの京都に収めるというところだまで来て、まあもう別にまあこれでもいいんですけども、このちょっとレンズ、要するに自分で羽をばらして、スローガバナーも掃除して注油してでやって組み上がって、まあ当然シャッター表示が正確かどうかっていうのは把握したいわけですよね。まあそれもあって、ちょっと今回は1点だけのセンサーで、シャッターの表示を作れる測れる、ものをちょっと出してきたんですけども、まあ、その時にですねこのレンズシャッターっていうのはこう真ん中から開いて閉じますので、まあ、当然そのシャッターのその羽の動く速度っていうのはこれゼロじゃないので、やっぱりシャッター効率っていうものがありまして、でそれをですねちょっと少し、掘り下げてといいますかちょっと考えてみたいなと、思ってですね今日ちょっとテスターを、出してきました。で今もこれ組んじゃいましたけど、レンズシャッターの羽を動かしている、まあ、そのバネの力、それからその機構のですねこう回転する部分をよーく見ていると、まあ、ああなるほどなるほど、こういう原理かというのがですね、まあ見えてくるわけなんですが、これは、この秒針のところって見えるのかな、反射しちゃって、まあちょっとこのテスターはテスターとして、あるんですけど、ああこの反射しちゃうのか。このまあシャッターなんですけども、まあ1秒で切れば、あ、そうそう。で、これ最初に分解したビデオをよく見てましたら、やっぱりお尻の方からこう見るとですね、この絞りっていうのはやっぱり、ここまでで止まっ、だから、いっぱいまで絞りを開けたとしても、レンズからは絞られているような状況に、ように見えてるというので、正解みたいです。というか、もともとそうなってたみたいで、まあ、ちょっとそれ、放送中にあたふたしちゃいましたが、まあ、それにしてもですね、まあまあ、そういうことになってました。で、このシャッターの開閉のこの部分なんですが、まあ、ちょっともう、組み立ててしまったので、まあ、イラストでですね、ちょっと書いてみたのですが、この辺でいいのかな？こっち向きか。結局ですね、こういう感じ、見えますかね。ここがバネでくるっと回転する部分で、シャッターの大きなこの羽を動かすリングにですね直結してるこういう部品があるんですね。こういう形したですから、こっち側からこうシャッターが閉じている、まず巻き上げるときにはですね、こっち行く分にはシャッターは開かないんですけども、こっちを押すときに開くのか。巻き上げるときは、そうですね、こっち巻き上げ、ちょっと待って。そうですね。こういう動きをするので、こっち側から押して、バシャッ、ボン、切れる。そしたらシャッターが閉じる。そうすると今度、巻き上げるときは、こう巻き上げてって、これとちょっと蹴っ飛ばすんですけど、その時はシャッターは閉じたままなので、
こういう状況になると。で、それからまた、シャッターがチャージされて、ギューってこう、なんて言うんだろう、力がこっち方向にかかっていて、で、シャッター切れるとグワッと広げて、で、ここでですね、シャッター開く。で、一点で接してるわけじゃなくて、ちょっとですね、ここが幅があって、キューッと回って、ポンと、なるんですよ。で、この、ここがこっち向けに回転していくんですが、こいつを押し出します。そうすると、こう、押し出して、シャッターが開くんですね。これが、シャッターがギューッて開いている、この部分。見えますかね。これが、こう、こいつをですね、押してる部分。で、ここに来ます。で、でもこいつはこう回り続けるんですが、ここでもういきなり終わりじゃなくて、ここにちょっとですね、幅があるんですね。で、幅がある間は、開きっぱなしです。そしてこれがこっち抜けて、完全にフリーになった状態で、こいつはですね、バネの力が常にかかってますので、ポーンと元へ戻ります。それがこの部分。ですから、開いてすぐ閉じるんじゃなくて、開いたら少し、滑空っていうかな、なんていうかな、少しここが幅がつけてあるんですね。ですから、回転する、そして、まださらに回転して、ここ。ですから、この比率、ここの角度ですね。回る角度が開くまでと開いてる状態っていうのがですね、こう角度の比率で測ると、ちょっと測ってみたんですが、だいたい1対 0.7 ぐらいでした。だからな、開くまでギューッ、そこからそれの7割ぐらいの間は、この長さとこの長さに相当しますね。だいたい7割ぐらいのところで、で、成り行きでボーンって、これはだから対象になってるかどうかはちょっとわかんないんですね。っていうような動きをですね、するのをこう観察してましたところ、っていう感じになってきました。で、その、本来は、その、まああと1000コマムービーでカシオでも撮ってみたんですが、この間がですね、こっち時間軸で、こっちがまあ言ってみれば露光量みたいな感じなんですが、1000分の1秒だと、ちょっとギリギリか、ちょっと1000分の1秒以上かかってるかな、1ミリセックですね。くらいかなぐらいな感じなように。だですね、1秒間に1000コマしかないムービーですから、それ以上細かいことはよくわかんなかったんですが、ただ、古来、レンズシャッターができた頃の、まあ、戦前とかですね、そういった頃、意外にこれ、ちゃんと測れてまして、で、当時はどうやってやっていたかっていうとですね、原理は簡単なんですね。ここに光を当てて、後ろに、極めて近い位置にですね、フィルムをこう置いてあげて、で、このフィルムを高速で動かしながらシャッターをパシャッと切るんですよ。で、実際はまあ、ドラムをここにぐる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 回転して、そこのドラムの円周のところにフィルムを貼り付け、もちろん暗室の中ですね、貼り付けといて、で、こっからまあ、正確を期すんならちょっとこうスリット状な光をこう当てておいてですね、で、パシャッと切ると、レンズシャッターがこう動いていくのに対してフィルムがこう走っていきますから、こういう三角形の、まず、露光がされて、シャッター全開になってる間はきちんと露光されて、閉じていくときまたこうっていう、こう、何系っていうんですかね、こう、矢印のようにこうなって、だから、ちょうどこの図が、こっちにもあるような感じでですね、極めて簡単に、どんだけの効率で、開いているかとかっていうのがですね、フィルム面の上にこう露光されるので、ただ、実際製造現場ではですね、そんなことやったら一時現像しないとシャッタースピードがわかりませんので、まあ、もうちょっとこう、光電管とか使ってやってたんでしょうけど、まあ、設計試作先行、量産先行ぐらいのところまではフィルムで実際にやっていたようです。
で、この露光時間の定義っていうのがありまして、レンズシャッター開き始めてから全開になってしばらく開いていて閉じ始めて閉じ終わる、このちょうど中間のところを取ってですね、この長さ、これを露光時間とするというふうにですね、まあ、約束が決まってるんですね。で、全体の長さとこの中間の長さの割合を取って、効率という表現で、実際もう30年代のですね、レポートなんかにも効率出てまして、だいたいそのシンクロコンパとかあの辺のシャッターで、外国の優秀なシャッターというされているのでもですね、60何パーセントとかっていうのは、まあ、効率だったようです。ですから、ここが仮に500分の1っていうふうにですね、定義をされていて、正確なシャッターが500分の1に切れたとしても、実際のこの開き始めから開き終わりまでは、それの、だから、なんて言うんだろう。だいたい、長い方の60数パーセントですから、まあ、倍はいかないにしても、かなりの、長さ、実際は、ただ開いている。ただ、開き始めから開いていく間っていうのは、言ってみれば最小絞りからゆっくり絞りを開けているような印象な、イメージになりますので、フィルムに露光している部分っていうのは、かすかなものですから、こう、例えばその間に胴体が少し動いたとしても、こう、なんていうんだろう、胴体を止めてやろうと思って速いシャッタースピードを切っている分には、あまり影響がないというような実用的な面もあって、あんまりこの効率を問題することは、どうも、あまりなかったようなんですが、まあ、それにしてもですね、1分の 0.6 いくつかける500分の1ってこう計算していくと、結構この長い行事、開いている。それで、今ここでですね、テストしようって思ってるのは、この、一点だけこうビームが、ビームって言ったら変だけど、LED の、光をですね、こう絞ってあげて、で、この中に1点だけのセンサーを置いてます。1ミリぐらいですかね、直径が。で、こう光が今常に出ていて、ここをですね、こう途切ると、表示が出るんですが、これ、ちょっと僕が影になってる方が見やすいのかな？バックライトが入ってるから。で、まあ、これをですね、まず測定してみるとどうなるのかというところなんですが、で、どうもですね、まあ、仮に、これを1ミリセック、まあ、これが 0.7、だから、0.7 ミリセック、で、ここがまた1ミリセックとしても、だから、2.7 ミリセック。まあ、これが1よりももうちょっとかかっている感じがカシオのムービーからするので、まあ 1.2 で 0.8、1.2、仮に対象としてですね、ぐらいにやると、やっぱり、1、2、3ぐらいのミリセックで、まあ、こう中間取ると2ミリセック、まあ、500分の1ですね。なんてぐらいで考えると、やっぱり、500分の1秒っていうふうに言ってもですね、まあ300から400ぐらいの分の1ぐらいしか真ん中だけ測ったらですね、出ないんじゃねえかなというような、まあなんとなく予想かしながらですね、ちょっとこの秒字をですね、確認してみたいなと思って持ってまいりました。で、まあ大体です。ちょっとこれ真ん中ドンピシャ合わすのが難しいね。で、まして、この、シャッターはですね、全開になる前に、絞りが、こんだけの光景の中の、これぐらいですから、シャッター効率は良くなるんですね。だけど、全体の秒時は長くなる。だから、シャッター効率が良くなるってことは、露光が長くなるっていう、まあ、非常にこう、わかりづらい、概念が、こう、出てくるんですけど、まあそんなことを言いながらですね、まあとりあえず、ちょっと、
組み上がったシャッターの秒字をですね、こう、一点だけで、どんどこどんどこ、一番開き始めから開いて開き終わる、ここまで、一番長い部分をですね、ちょっと測ってみたいと思うんですが、これ頭こうやってやってると、見えるかな？だいたい真ん中を合わせて、これがまず1秒990ms4 だから、まあほぼ1秒、まあ正確ですよね。2分の1、動いちゃった520.3ms。まあだから 1.9 分の1。ちょっと早い。まあでも2分の1秒。まあほぼいい感じですね。で、次4分の1。4分の1。268.8ms。3.7 分の1。だからちょっとこれは遅いんだ。次、8分の1。あれ？ちょっとまだ測れない。8分の1か、6.9 分の1。143ms。これもちょっと遅いですね。15分の1。14.7 分の1。68ms。ここはまあまあまあ、いい感じ。次、30分の1。29.4 分の1。もうこれもいい線いってますね。34ms。で、次、60分の1。54分の1。まあまあまあ。18ms。17.6ms。56.、うん。いい線いってますよね。125。まあ、この辺までは、ほとんど、影響は出ないと無視できる量だと思いますので、125分の1が148分の1、まあ134分の1、ちょっと早いですけど、まあ、いい線いってると思います。じゃあ次250分の1、あれ？250分の1が、ずれちゃった？225分の1、4.4ms。まあまあ、233分の1。まあまあ、いいとこですよね。で、500分の1。メッキがキラキラしてね。よく逆光で見えないんで。で、500分の1だと、3ms、327。ちょっとずれてるか。やっぱりそんなもんですよね。342分の1。あれ？時々開かない？ん？時々開かない時があるな。ちょっと怪しいぞ、これ動きが。やっぱりどうしてもやっぱり3ミリセックくらいかかっちゃうってことですよね。本来2ミリセックで走り抜けたいところが、やっぱり 332.4 分の1、3.0ms みたいな、ちょっと測定結果になっちゃうので、やっぱりさっき言った、まあ、監視用の先行ムービーの荒いやつで見ても、やっぱりここが1ちょっと、それよりは、回転の比率から見ると、若干、何割か少ない。で、また、バネで戻してますけど、さあ、どれぐらいかかるのか。それにしても、500分の1だけど、実際は、
330分の1ぐらい、なんていうような結果がですね、まあまあまあ、辻褄が合う値になってるかなと。まあ、っていうことは、まあ、この、なんていうんだろう、組み上げとしてはですね、病児としては、まあまあ、合格点が出てる。ちょっと、シャッター開いてない、パチンって言ってるの開いてないっていう、今、雰囲気もありましたが、ちょっともうちょっとよく観察してみるとして、まあまあ、組み上げとしてはいいのかな。シャッターの、その、精度というか狂いというのは、まあこの辺かなというような気もしました。だから最高速ともうちょっと下ぐらいのところは、レンズシャッターの場合、絞りによっても大きく露光量が変わるしですね、この病児っていうのが意外に、効率っていうのが響いてきてですね、だからまあよく言うんですよね、最高速はあんまり使わない方がいいよ。まあフォーカルでもレンズでも言うんですけど、まああながち、そういう経験がですね、こう、なんて言うんだろう。理屈と合ってない全くの暴言では、でもなくて、特にこれはもう、最高速のアシストするですね、こういう、のの字型のバネはもうありませんけど、昔のなんだろう、成功者になるのかな、成功者 MXV とか、ちょっと忘れちゃいましたけど、その辺のシャッターは250が最高で、何もない状態で250が走り抜けて、500にするときはそのスプリングを強化するようなアシストがついて500分の1ってやってる場合は、250と550のシャッター効率が非常に、露光に関してこう大きな影響を与えるよっていうのをですね、まあちょっと、念頭に置きながら、あんまりだから使わない方がいいなっていうのが、経験的にも、なんかこういった測定器使ってもですね、言えてんじゃねえかと。いうように、思いました。まああと、マミヤプレスのですね、このレンズに関してはもう、ここの周りの板をちょっと付け忘れていたので、もう一回組み直しまして、シャッターのレリーズ用の、動きも確保したし、まあこれをくっつける、MX をこううまく通しながらくっつけてシンクロネジ止めして、で、レンズの玉はですね、トポゴンの真似したこの4枚玉の、これは結構綺麗な、レンズだったので、まあ、つけというので、完成というような、まあ、ことで、まあ、マミヤ、この 65mm は、まあ、これでいいかなという気もするんですが、ちょっとその、250が気になりますよね。あ、250だね、この、シャッターの、ちょっとセンサーのあれかもしんないですね。開いてるけどなぁ。うん。ん？今開かなかった？ちょっと何回かに一回開かない？これあれですね、こっちのセンサーかもしんないな。うん、ちょっともうちょっと。立ち下がりで次リセットかけてるから。そうもないか。ちょっと、もしかするとこう、空振りしてる可能性もあるんで、ちょっと調べてみたいと思いますが。まあちょっとマミヤプレスのですね、この成功者のシャッターはまあこの辺で、いいかなというところになりました。はい、じゃあちょっと録画を作っておいてですね。はい、ちょっとまあそんな感じですね。はい。